皆さん、あやチャンネルようこそお久しぶりです。皆さんお元気ですか？今私はヒューストンにいて、ご覧の通りテニスコートにいるんですけど、暑すぎて誰も他にいません今日は、ちょっと、発表動画というか、少し皆さんにお伝えしたいことがあるので、それをお伝えしたいと思います。なかなか YouTube の動画を更新できてなくてすみません。皆さんのコメントなどいつも読んでいます。ありがとうございます。今日はこの動画を作った理由が本当にありがたいことなんですけど、私の YouTube の動画で、例えばサーブの動画だったり、結構個人的な質問だったり、テクニック、技術の質問、本当に結構こう深い質問などがすごく増えてきていて、なかなかこう言葉だけではその質問に対して返せない、こうちゃんとお伝えできないなっていうのがあるんで、なんかそれにちゃんと答えるようにしたいなっていう気持ちもあるのと、どうやってそれをすればいいかなっていうのと、アメリカにいるんでなかなかこう日本で直接お会いしたりっていうのは本当にできてないんで、どうしたらいいかなって思ったところで、ちょっとアイディア考えたのが、キャミオっていうアプリがあるの皆さんご存知ですか？私はそのアプリを最近知ったんですけど、そちらを始めることにしましたでキャミオっていうアプリでは、個人的に私のそのページ、プライベートのプロファイルがあるんで、プロフィールがあるんで、そちらの方に行っていただいて、プライベートでメッセージを送っていただいたら、その質問だったり、もともとはそのアプリは動画を作って、こう私が動画を作るっていう形になるんですけれども、それを質問、その本当に深い質問、その個人的な質問だったり、アドバイス、もう本当に言えばレッスンじゃないけど、ワンポイントレッスン的な感じで、皆さんがテニスの質問、もっとこれをしたいんですけどこれはできない、なんでだろうっていうのとか、こう技術テクニックだったり、ストラテジー作戦だったり、メンタルのことでもいいし、何でもいいんですけど、そういうのをリクエストを送っていただく形にできるので、そちらのアプリで、皆さんと交流できるようになればいいなと思ってます。なのでキャミを始めましたということで、 YouTube の本当にコメントありがたくて、これからも本当にお願いします。コメントはいつも読んでて、本当にハッピーに私もなってるんで、ありがたいんですけど、YouTube の動画に関して、例えばテニスの詳しい質問、個人的な質問などは、キャミオの方で、私の方に直接来ていただければ、本当にこうちゃんと詳しく、こう全てをこう全部説明しやすくこうやって動画で話せるんで、例えばラケットを握ってもうちょっとこうすればいいとか、例えばお見せすることもできますし、個人的にこうやり取りをできるんで、それだと、ちゃんとプライベートに見る形にできるんで、一人一人ちゃんと丁寧に対応できるんではないかと思ってます。なので興味ある方はぜひそちらの方で私のページを見つけてください。キャミオで、奥野彩香で調べたら出てくるようになってるんで、英語でも日本語でもどちらでも OK なんですけど、そちらの方にぜひ来てください。お待ちしてます。そしてキャミオでは全然テニスの動画じゃなくても、もちろん全然お祝いメッセージだったり、モチベーション動画など、ジャンルは何でも OK なんで、私に作ってほしいなっていう動画があれば、そのリクエストを送っていただければ、私はその動画をしっかり元気よくポジティブに作るんでリクエストをぜひ送ってください。テニス動画も近々、また作って更新するようにするので、これからもあやチャンネルをよろしくお願いします。いつも皆さん見てくださって本当にありがとうございます。応援してくださってる皆さんありがとうございます。そしてこれからも一緒に頑張りましょう。